歯医者さんのつぶやき。こんにちは、小池病院歯科の小池です。さて、2月も今週もう明日で終わりっていう形になって、もう3月がなんかね、2月ってやっぱりこう一月が短いんで損した気分になるなっていう感じがあるんだけど、僕昔からの疑問でね、他のね月が、まあ、30とか31とかね、月によって31って増えてる時もあれば、ね、30に減ってる時もある、まあそういうので1年なのか調整されてるのかなって漠然と思ってたりしてたんだけど、考えてみたら2月だけね、なんで28なのと。まあそれ確かにルルー同士みたいな時に29日になったりしますけど、別に他の31日の日を減らしてここ30にすればいいじゃんと、2月と。これそういうふうに思ったことある人って他にもいるんじゃないかなとか思うんだけど、なんでここだけ28なんでしょうね。僕これこう調べたことないんでわからないんで、このラジオの放送が終わったらちょっと調べてみようかなと思うんで、ひょっとしたら次回とかその次の放送とか、そういったところで、答えが出てれば喋るかもしれないけども、答えが出てなかったらもうなかったかのごとくそのままスルーでいくと思いますけれど、逆にもしなんで2月が28日というか2月だけ30に足りない状態なのかをね、わかる人がいたら、ここまで連絡くださいって、テレビだったらこういろいろテロップが流れるんですけど、ラジオなんでね、テロップは流れないんで、番組宛てにメッセージをいただければ、僕が嬉しいかなとは思います。まあね、僕がこうやって喋ってる中で結構ね、歯医者さんの話ってのもちゃんと言ってるはずだなと思うんだけど、スタッドレスタイヤ、冬用のタイヤの話ね、その前にそういったのでやった時にはやっぱり歯医者じゃない話の方がどうやら受けが良さそうだという部分はあるんですが、まあ僕はエンターテイナーじゃなくてやっぱ歯医者さんなんで、何か話から歯の話につなげていく。ただ最初から堅苦しいこと言ってると誰も聞いてくれないだろうから、何かこう興味を引きそうなところから話をつなげていこうっていうつもりで、何かねそういうネタで喋っていくんですが、ところがネタのところがやっぱり一番つかみがいいっていうのが一番ね、ちょっと残念というか嬉しいというか、喜ぶべきか悲しむべきかっていうところなんですが、スタッドレスタイヤなんてのもね、この辺の時期だともう3月ぐらいになってくるとね、そろそろこうまたこう夏用タイヤに交換してっていうような形ね、なってきたりもすると思います。まあそういった感じでですね、いろいろ雑学も披露しつつの、ずっと喋ってくるわけですけれどもね、3月になってくると、まあ、暖かくなってくるっていうことで、だんだんこう、暑い冷たい、口の中の寒い日だと、こう、暖かいものを食べて、こう、染みるとか、そういったものを、こう、割と冬場って感じやすいところだったのが、感じにくくなってくる部分っていうのも出てくると思います。で、それによって、口の中、治ったなっていう勘違いしないようにしてくださいねっていうね。治ってるわけないじゃないですか、何もしてないのにっていうね。だから暖かくなってきて、そういう症状が消えてきた、ああ治ったよかったっていうんじゃなくってね、いや忘れないうちにね、今どこが染みてるか分かってるうちに歯医者さんに言っといた方がいいですよと。逆に暖かくなってきてどこが染みてたか僕もう分かんないんですけど、分かりませんとか言われても僕も分かりませんっていう感じになっちゃうんでね、やっぱりこう今もし染みてる感じがね、このまだ寒い時期、ちょっとの寒さを残る感じるような時期にちょっとまだ気になるところがあるんだれば、さあ今です、今の方が、そういったところを断定しやすい、特定しやすいんで、なるべく早めに歯医者さんに行って、原因を突き止めて、今度は夏の暑い時に冷たいアイスを食べて染みないように今のうちから準備を整えようという感じにしていってくれればなと思います。さあ、じゃあ今回はこの辺で失礼します。